はい、今週はこれを変え、もうちょっと月曜日なのでね、なかなか土日に撮る時間がなくて、月曜日の配信になって申し訳ないんですが、今週はこれを変え、8月最終週、そして9月、1週目、9月に入ります。今週の予定を見ていきましょう。31日、国内では7月の商業団体統計と鉱工業生産が8時50分、海外、中国の8月製造業 PMI が10時に発表です。イギリスが休場になります。決算発表、両用エレクトロ、トリケミカル研究所、内田陽子、パイオラックス、日光へ、オリバー、マクロミル、伊藤木、東和フード、ニッセロ、三立ですね。1日、月初ということで、国内では7月の失業率と有効求人倍率が8時半、4、6月期の法人企業統計が8時50分、新車販売台数8月分が14時に発表です。海外ユーロ圏の7月の失業率が18時、そして8月アメリカの ISM 製造業景気指数が23時、同じく23時、7月の建設支出の発表があります。決算発表、伊藤園、アインホールディングス、内田エスコ、第3、南進ですね。2日、8月のマネタリーベース8時50分に発表、海外8月の ADP 雇用統計が21時15分、そして7月の製造業受注が23時、ベージュブックの発表があります。スカパー JSAT の決算発表があります。3日、国内特にないです。海外7月の、アメリカ貿易収支21時半、そして8月の ISM 非製造業指数が23時です。ロックフィールド、専修電機、ラクーン、アルチザネットワークス、大注目。富士電機工業決算発表あります。4日金曜日、海外では第1週目の金曜日ですので、アメリカ8月の、雇用統計が21時半の発表です。そして国内の決算発表、金本ソフトウェアサービス、日本駐車場開発、ハイレックス、アイル、ポール、ポールトゥインピットクルーホールディングス、富士コーポ、モロゾフ、ファースト中継、日本ハウス、ナトコ、ケア21、ザッパラス、ティーライフ、ジェネラルパッカー、エイケン工業、長野東急、桂川電機、富田電機かな。の決算発表があります。注目どころだけね、見ておきたいと思いますが、今、月曜日の場中です。とりあえずもう月曜日、今日出ちゃうんですけど、やっぱ内田陽子ね、今日は、小型ですと、内田陽子と、内田エスコも出るんですけど、内田エスコちょっと前に決算予想情報修正発表しました。で、情報修正発表するとともに一旦出尽くして売られました。今日月曜日は上がってるんですけど、398円だか、これ PTS だった。今、いくらかな。390円だかとなってます。まあ、一旦なんかその数字出て、で、実際の中身どうなのって、定性的な情報とかも見ながらね、判断していく形になると思います。もう一回、なんか一旦売られたけど、買ってもいいのかもしれないですね、内田ですかね。あと内田陽子。同じような流れで、先週も随分売られました。で、今日はさすがに反発で360円だから6330円になってます。あとは、まあ、今日そんなもんか、トリケミカルとかね、以前、しっかりしてますけど、ちょっと調整してるか、ここ1ヶ月ぐらい。気づけば1万円台に入ったんですもんね。取り消えたらね。そんな感じでしょうか。あと、両用エレクトロとかちょっと注目してあげたいかなという気がしますけど。変な感じです。1日くらいまで見ておきましょう。なんでしょう。伊藤園。まあ、ここのところ決算、大型の方が決算発表後買われる傾向強いので、まあ、伊藤園とか、ね、飲み物、それなりに買った、まあ、巣ごもり消費的に買う方が多かったのかもしれないなと。いう気がします。あとはアインホールディングスどうなんでしょうかね。調剤薬局、そして、まあ、一部、まあ、1割ぐらいが、ドラッグストアの売り上げになりますけれども、アインホールディングス、このあたりが注目ですかね。あとはロックフィールドとか食料品、まあ、もう一回いけるかなとかって思うんであれば、ロックフィールド、この辺も一つありかなと。あとはまあ、テーマ的にど真ん中行くんであれば、アルチザネットワークス、今日64円だから1901円、3.48% の上昇となっております。まあ、その辺ですかね。あ、全然、あれじゃん、アルチザは3日でしたね。もう全然過ぎちゃった。すいません。1日から3日までの決算を見てきました。というところであります。
月曜日、まあ、今日ね、先週安倍首相の辞任の報道が出て急落して、で月曜日今日は、その動きもすっかり取り戻すような形になっております。今週まあ一旦ね、いろいろその政権、まあ、誰が総裁になるのかとかっていうところの見通しもあるんでしょうけど、まあ、あんまり誰がやってもそこまで大きな変わりないのかなっていうふうに見られているんじゃないかなと思いますし、個人的にはそんなことよりも長期安定政権をができるような人がなるのがいいのかなというふうにマーケット的にはねと思いますんで、ちょっとそういう方に本当はなっていただきたい、できれば若い人がいいなって思ってるんですが、まあどうなんでしょうか。はい、そんなところですかね。ということで、ちょっと今の時間、今午後4時じゃない、午後2時半前なんですが、ちょっと上げ幅縮小してきましたけど、さすがに、まあ上がりすぎ感、戻しすぎ感はありますんでね。2万3000台入ってくると、ちょっとやっぱり、足踏みしてしまうところがあるかなと思います。もう一段何かね、材料があると。まあ、なんか総裁選9月14日でしたかね、あたりに総裁選後が行われる予定というような話ですので、まあ、そこは、まあ、誰かが、ね、大きな話をしてくれるといいなと思ったりしておりますが、はい、こんな感じであります。ということでね、今週 まだまだ残暑厳しいですけれども、9月の末は私の誕生日が来ます。生誕祭を取り行います。ぜひね、引き続き9月も頑張っていきましょうということで、もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、お願いします。以上、静かですけども、今週は交流会でした。